定を行います。弾痕を図のように構えてください。画面の丸いターゲットを1つ目と考えます。トリガーで撮影します。ヘッドコントローラーは弾痕を表示します。動かしてみてください。動きに違和感はありません。設定しました。調整を終了します。ミッションモード。ミッションは店内の仲間と協力して攻略するものから単独でクリアしなければならないものまで様々です。初めのうちは簡単にクリア可能ですが、クリアするにつれて徐々に難度は上がっていき、武器や更新部を獲得できるミッションもあります。油断せずミッションの完遂を目指して。